来てたお店めちゃくちゃ可愛い。メニューはこんな感じ。アメリカン。好きなテイストで普通にテンション上がる。ワッフルを焼く機械がもう見えてるの。あ、この見覚えがある葉っぱ。ということはこちらのお席、座ることはできませんでした。お父さんとお母さんと3人で行ったので、どのみち2人席は座れなかったんですけどね。内装が可愛すぎてドタイプなんですけど、カップケーキも可愛すぎる。このワンちゃん可愛くない？プードル？プードルなの？そしてこの3色が MV でジーンくんも撮影してましたよね。そうそう、この街外も外国みたいなの。道路挟んで見えるのは米軍基地らしいんだよね。ちょっと海外気分を味わえちゃいました。ちなみにお店の名前はミント。グッズも販売してて可愛いよね。あ、私が注文したワッフル焼いてくれてる。ありがとうございます。店員さんもかっこいい。おお、焼けた。私の席から見えた景色です。心なしか車もかっこよく見える。ミントマジック。注文したのはこちら。 MV の中で食べてたワッフルとコーヒーにジン君に奪われたベーコン、キャフン、ジャガイモも一口でいけちゃう。そしてスパイシーなソーセージ。はぁ、もう夢のようです。かわいいかわいいかわいい。ジン君がここにいたと思うとかわいい。可愛すぎてイメージ図撮りすぎました。ぷぷぷ。もくもくタイムスタートです。ワッフル美味しい。ジンクも食べたんだよね。このウィンナー独特、スパイシー、美味しい。にやけ止まらない。あ、これジンクが食べてる姿可愛かったな。こんなんしちゃう。そして毎度恒例、マイコのおこぼし画像。ジンクも使ってたコップでコーヒーグビグビ。じゃがいも、うん、まー。ちなみにトッピングこんなにありやす。やっぱアメリカ感じたいからチョコレートいっちゃいやーす。せっかくなら可愛くデコレーションもしちゃいたい。フリ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 。どうですかね。さっきはバターでいただいて、今度は甘いチョコレートでいただきます。トッピングできるって楽しいよね。これだよ。ジンくんと同じものを目にしてるんだと思うとワクワクしちゃう。いただきます。チョコレート。いやー、何はともあれコーヒー飲み放題はありがたい。ちなみにお水もいただけます。こちらはジンくんが来た雑貨屋さん。お揃いのマグカップ最高じゃん。実はこちらのお店、先ほどのカフェからめちゃくちゃ近い。次に訪れたのはこちら、ハムラズーン。大人料金400円。ジンくんにチケット渡されたーい。夢よね。ゾウさんとペンギンさんのところ行きたいな。マップがあった。全体図こちら。お、ゾウさん意外と近いか。ペンギンさん右上。じゃこっちから行きます。緑が生い茂ってますね。お花も綺麗。そしてここは売店で購入して休憩できる場所なのかな。待って、偽物のゾウさん説ある。あれじゃない？見て、この距離感でゾウさんなんて普通ありえないもんね。多分このゾウさんと撮ってたよね、ジンくん。
今日暑いよね。お猿さんもみんな日向に生えてる。見つけた見つけた見つけたんですけど、ここだ、ここに来てたんだ、ジン君。ペンギンの種類の一番端にこんなにいっぱいいる。目的は果たしたけど、せっかくならね、動物園を満喫したよね。ケリーさん、おいしい？何食べてるの？あ、耳こっち向いてない。おーい、数量限定にて販売しておりますので、おーい、あらかじめご了承ください。おーい、繰り返し。キリンさん大きい。はぁ、あ、起きた。食べてる食べてる。おいしいですか？すごい近い。ジン君の笑顔も最高だった。はい、こんにちは。すっごい近い。気になる？レッサーパンダも岸平の虜になっとるやん。え、待って、え、ジン君がさ、後ろに手伸ばしてくれるさ、めっちゃいいシーン、ここじゃん。駐車場から入り口に向かう道の途中なんだ、あそこ。彼氏感が否めない。そうだよ、この道。ほら、戻ってまいりました。フッサベースサイドストリート、横田基地ですね。次に訪れたのはこちら。見覚えありませんか？そう、ジン君がモノマネしてたピザ屋のおじさん。ここにジン君が来てたんですね。同じところに立てている喜びに。もうここどこにいるのかちょっとわかんないんだけど、横田基地の入り口の正面で、す、街がアメリカ。めっちゃいいよ。ジン君がさ、MV で撮影しなきゃ来なかったよ。めっちゃいい。そしてピザ屋さんの割と近めに古着屋さんありました。許可をいただいて内側から撮影させていただきました。お店の方に本当に感謝です。やっぱりジン君が撮影してた場所で撮影するよね。そして最後に訪れたのがこちら。 MV の中では夜だったから分かりづらいかな。目印になるのがこの看板 P。 MV の中でジン君が来た時は夜だったから電気がついててまた雰囲気が違ったよね。かっこよ。内装もいい感じだし、奇跡的に席が空いてました。ただジン君の影響出てますやん。なんといっても目印はこれ、窓際の席ですよ。手前の席にも寝転んでたよね。お料理到着しました。ジン君が取り分けてたサラダ。ハンバーガーの種類わからなくて店員さんと相談したよ。まあ店員さんもわからなそうだったわ。はい、でもチーズたっぷりトロトロ、美味しそうだから全てよし。早速サラダから平らげます。ボリューム満点、一人で食べきる量じゃないだろう。でも私舞子食べきってみせます。ポテトで味変。なんか最近キンプリ酔いすぎて食べすぎてる。早速メインのハンバーガー突入です。素手でいっちゃうんだから。岸くん流目ん玉見開くよね。そういえば思い出しました、キンプルで学んだことを。ナイフとフォークでハンバーガーいただけるんですよ。確かこんなような感じだったような。温かい目でご覧ください。塩味強めのワイルドなお味で、これぞアメリカって感じてます。やはりこの量を一人で
まあまあポンポコになります。コーラもビッグサイズで全身でアメリカ感じております。ほんとボリューミーで食べ応え抜群です。ぶっちゃけナイフとフォーク使ってる自分に酔ってるところです。お肉じゅんわん、うん、表情に出てきましたね。この人お腹いっぱいになってきた模様です。まあそれでもね、 YouTuber の端くれ、そして King&Prince のファンが来てくれたけどたくさん残して帰ったなんて言われたら大好きな彼らの顔に泥を塗ってしまう。というわけで食べるよ。ジン君、 MV の中みたいに私を助けて。とりあえずサラダから。どうぞフードファイター化したマイクをご覧ください。なんだかんだ言いながら野菜のシャキシャキ感と大きめクルトンに魅了されていただいております。いやー、普段足りてない野菜をここでだいぶ摂取しておりますね。いいことだ。こんなに食べた、もうあとちょっと。お皿入れ替える感じ、まさにフードファイター。ポテトが美味しいんだ、めっちゃ入る。コーラとの相性抜群だぜ。おや、結果持ち帰ることに決めました。食べ物は大切にね。というわけで本日も最後までご視聴ありがとうございました。今回行かれなかった場所もありますが、いつかリベンジしたいです。